いい天気だね今日は。あったかいけど寒い。あったかいよね。はい、赤城の長七郎だけです。はい、じゃあ行きましょう。うわ、駐車場車多いわ。はい、現在の気温1度。あったかいね今日は。よしこう、どんどん入ってください。はあ、今年も冬が来たな。でもスノーシューの出番がねえんだけど。はい、小沼です。歩いてる人がいるからもう大丈夫なんかな。ストックいらなくね。運動。今日は山には登りません。もう今年は涼しいっていうか寒くなるのは分かってるので、これから雪が積もってきたらスノーシュー履いて登ります。今日はね、アイゼンでちょっと散歩です。小沼駐車場で、こっちが長七郎山で、おとぎの森、フェアリーテールフォレスト。フェアリーテールフォレスト、神話の森林。神話の森林。こっちの真ん中中国でしょうね、うん、でこっちが台湾なんじゃない。それでこっちが韓国。いや、わかんねえ何書いてんだ。でも中国と台湾はわかるよね、漢字だからね。それで英語もまあフェアリーテール、妖精のフェアリーテールですよね。妖精の森、妖精のテールですよ。妖精の森、尻尾、美術館みたいになかった、それはあれだよ、フジテレビの、なんだっけ、なんとかの森美術館、なんだっけ忘れちゃったなんとかの森美術館、あのフジテレビのさ、深夜放送が終わった後さ、昔さ、よくあったよね今テレビ24時間やってんでしょ。やってないの。やってんじゃないの、知らん俺もう9時半とか10時に寝ちゃう子になっちゃったからさよいしょ、じゃあ行きましょう。あー、結構登りなんだけどよいしょ、すごい日だまりだね、ここね。すごい日だまり、ズボズボ入った跡がある。行って、何、俺行くの、うん、なんでまた何あれ、罰ゲーム何の罰罰ゲーム、また罰ゲームやだよとか言いながらストック持ってるからね、もうね行きます、まあ全然行ってよ、全然そういうもんだよへえ、そこ危なくない。大丈夫だよ、全然獣の足跡があるよ。お、結構深い。あ、まだスノーシューは早いな。もうちょっと経ってからな。2月だ。おお。結構いいよね。オッケー牧場。楽しい。よいしょ。私もする。私もする。何があろう、何もないでしょ。そこね、日が当たって多分溶けるんだよね。そんなにそんなにないよね、はい、なんか
ごい層になってるね。雪が層になってるよね。風紋だよね。風紋？うん。風の紋、ね。砂漠とかあるじゃん。あーバームクーヘンみたい。あバーム赤木のバームクーヘンってお土産であるはず。あそうな、うん。バームクーヘンってさ、一枚もうダメだな。剥がして食べるんだよ。ね、ミルフィーみたいに。そう。いやバームクーヘンでなんか口の中の水分全部持ってかれる感じで俺あんまり好きないんだけどさ。ね、美味しいね。美味しい。そうかい。買ってこん。あそうなん。すごいじゃん。でも昔に比べるとあれだ大丈夫だ大丈夫になったよ随分な。すごいバームクーヘン。もうバームクーヘンにしか見えない。見えない。もう俺は頭の中でいつでもふん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 。お、国土交通省。ああ眩しい。眩しい。大好きな国土交通省と一緒に撮ってるよ。国土交通省、イエイイエイイエイよ。なんだラッパだよ。国土交通省いいよね。いや、うんって言っちゃったけど、いい？いいよ、国土交通省最高だよ。あ、そこがいいな、そこ。そこ、そこで、そこいいな。移動？うん、いいよ。ああ、疲れた。休憩。何飲んでるん？よし、行くか。はい。はい。はい。どうぞ。早いよ。早いよ。よいしょ。はあ、天気いいわ、マジで。お昼にする？ああ、そうね、もうね、まだ早いけどね、うん、朝ごはんも早かったし。お腹すいた。お腹すいた。うん。食べる量は少なかったんだよ、朝。うん。まあ、テーブルなくても、全部。椅子もある？椅子もある。もう用意しては持ってきてるから。忘れちゃった。何を？お湯沸かすあの夜間。ああ。夜間持ちてね。どうも今日リュックが空いてると思ったんだよね。うん、忘れちゃった。お見当たり。お見当たり。うん、お見当たり。お見当たりってあれだよね。なんだっけ。白樺湖だっけ。諏訪湖だ、諏訪湖、白樺湖、諏訪湖だよね。うん。ああ、この前一周楽しいな。やっぱ斜めだね。斜めだね。斜めってる。ね、なんかあるね。割れてる？割れてる。てか、こんなもんなの？あそこって。すごいね。何？ 5 センチぐらい？割れてる。私乗ったら多分割れると思う。乗ってジャンプしていい？え、ジャンプまでは。うん、うおう。お、すごいすごい穴が開いてる、すごい。何何何、空洞なんだね。すごい。今のジャンプで腰できた。うん、年なんだからさ、年なんだ、あんまり無理しちゃダメだよね。あ
んまり無理しちゃダメって言ってるのさ。つまんねえじゃん。よし。うわあ、今日いい天気だわ。ね。楽しい。着いた。よいしょ。うわ、こんなに車がある。すごい。こんなに車があるの初めて。はい。到着。まあ初日はこんなんで十分でしょう。よいしょ。あ、くたびれた。いや、ほんとすごい。こんなに車がいるの初めて。ここの駐車場が冬いっぱいになってるなんて初めてだよね。うん、どうした？天気が良くても ね湧いたよ。うわ、どのくらい？千？千。今日カレーなんだ。お腹空いちゃった。はい、猫耳。フォークがいい、それとも先割りがいい？置きますね。あ、フォークがいいな。フォークでいい。フォークで。うん。麺だから。うん。これはワンタンだから先割り。これがブレた。うん、大丈夫。もう止めるか。今日何？カレー？カレー。いやー、俺はワンタン。ちょっとね、最近太りすぎちゃったからさ。今日も湯たんぽでおにぎりを温めてます。本当は舌で食べるわけだったんですけど、私がこの夜間忘れちゃって、すみません。全然あったことないけど。そこ置いとくちょっと。ダメだよ。ダメだよ。焼きおにぎりになっちゃうじゃないか。もういいんじゃねん、はい。でもちょっと置いといた方がいいかも。気温寒いからね。これはワンタン。いつも通り。なんかいいんだよ。よいしょ。なんか早かったかな。じゃあまだ置いとけばいい。じゃあ時間かかんだよ。いや、もう食べる。うん。いただきます。あ、なんか一冬ぶりのカップワンタン。あ、美味しい。ん？なんだ？あ、どう？うん、いい感じ。うん、です。ほらほら、なんでいいよ。この飯テロ感。嫌がらせか。はい、ワンタンワンタン。うん。あ、おいしいよね。おにぎりいただきます。うん。やっぱりこれですよ。どう？これ一生懸命さ、ワンタンのプレゼンをしないとさ、みんなカレーに持ってかれちゃうんだよね。今日
今日いい天気だわ。でこの間元日も死んじゃうかと思ったもん、ね、謎肉がカリカリだった。謎肉カリカリ美味しいよね。去年も言ったいつも言うの。ワンタンの中がまだカリカリぐらいの方が美味しいよ。ワンタンもダメ。私カリカリ好き、うん、ちょっと早いのね。好きよね。俺結構ね麺とかね柔らかいの好きなんだよね。やわが好き。山岡屋だってやわらかめだもん熱湯消毒？うん。お湯だけ。お湯だけ。はい。はい、白湯は体にいいんでしょ？そう。なんか意識高い系の人は白湯飲むんでしょ？うん。これ意識低いから白湯なんか貧乏臭くても飲めない。水だと思えばいい。はい。暑いよ。うわ、高い。よいしょ。さあ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。撤収早い。撤収早いよ。それでは。またねー。